はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、本日お知らせ更新されまして、何やらにやけるニタニタな情報来たんですけども、こちら 3.5 周年特弁スペシャルシルバーウィークキャンペーンというわけで、2000ルビー配布来た、周年イベント定番の大盤振る舞い来ましたね。まあ、最近始められた方に言っておくと、このジャンプチというゲームは、周年イベントになれば、天井分に届くか届かんかぐらいのルビー配布されるんですよね。まあ、いわゆる5000、6000ルビーぐらいの課金額で言うたら2万弱ぐらいのルビーが毎回配られるんですよ。その片鱗が見えてきました。はい、2000ルビーと約1万円分ですね、無料配布というわけでかなり激アツなんですけども、21日、24日、27日、20、18日の合計4回でログインしたら2000ルビーゲット、さらに巻物など、まだ強化素材もプレゼントされるというわけでかなり激アツですね。まず18日明日ですかね、ログインしたらルビー200個、そんでもって19日ログ、あ、これ僕てっきり18、21、24、27だけかと思ったら、他の時にも巻物とかもらえるのよ。あ、なるほどね。明日はルビー200個だけ。そして、明後日、しあさっては、まあ、素材と地味にスタミナ嬉しいな。そんで21日はルビー300個。んで22日、23日がまたアイテムもらえて、24日がルビー700個。そんで25日、26日が、アイテムで、27日目一番最後がルビー800個と、いうわけで、これすげえな、ほんまに。ログインするだけで約万冊分のルビーもらえるってさすがですね、運営さん。やっぱり周年イベントの運営は、周年イベントと鬼滅の時の運営は一味も二味も違うんですけども、おそらくまあこれで前夜祭というかカウントダウン期間なんで、いざ始まったらどうなんのかっていう想像が膨らむんですけども、まあ、ぜひともね、 3.5 周年まだまだなんですけども、まだ2週間ぐらいあるのかな、始まるのにはまだまだなんですけども、まあ、ちょっと楽しみですね、これは。